とうとうガルグマクね。久しぶりに見たわ。生徒だった頃はまさか帝国軍の将になって戻ってくるなんて思いもしなかったわ。レア様、絶対怒ってますよ。やっぱり来るんじゃなかった。怒っているくらいで済めばいいけれど、それこそ憤激しているんじゃないかしら。憤激？よくわかりませんけど、危険な響き。セイロス騎士団も死力を尽くして戦うだろうね。危ない戦場だよ。こっちだって常に全力を尽くすぜ。誰が相手だって吹っ飛ばしてやれ。心配は無用だ。攻城戦とはいえ兵力ではかなりの優位に立っている。いかに堅牢なガルグマクとはいえ落とせぬはずはないさ。私たちの手で粉々に打ち砕いてやるわよ。勢いはいいけれど粉々は困るわ。制圧した後は帝国で使うのだから。頼むわよ。ごめん。陛下、準備が整いました。いつでも攻撃を開始できます。偵察完了です。敵の配置予想する、しました。モニカ、記憶完璧する、あります。地形わかる、とても助かりました。ありがとうモニカ。相変わらずあなたの記憶は頼りになるわね。そんな、私なんてとても、いえ、陛下のお役に立てて光栄ですけど。あ、でもこれからももちろんお役に立ちますし、そこも相変わらずね、モニカ。あら、あなたは？あ、この者は俺の妹のフレーチェです。俺の従者にする許可をいただきまして。フレーチェ・フォン・ベルグリーズです。兄ともどもよろしくお願いします。ああ、あなたがカスパルの年下のおばだったかしら。はい、恐縮です、陛下。フレーチェはまだ戦場には出ませんが、皆様の後方で支援させていただきます。よろしくお願いいたします。私が言っても逆効果かもしれないけれど、そんなに緊張しないで平気よ。自分のできることを頑張ってちょうだい。さあみんな行くわよ。ガルグマクを落とし、フォドラを私たちの手に取り戻すわ。敵の本拠に乗り込むわけか。こういう時に心が躍るというのかな。珍しいわね、あなたがそういうこと言うの。心が躍るか。せず防衛に努めるのだ。城郭に防衛の陣、時間稼ぎですね。直ちに抜ける必要があるでしょう。ここからは力攻めするしかなさそうに。ガルグマクを陥落させるのよ。見せてあげるわ。今よ。予定通り行くわよ。私の力見せた。俺はどう。よし、行動開始です。空の精霊、ベルの出番ですよ。うまくいくといいけどな。任せてちょうだい。私の出番みたいね。私にお任せください。指示。火葬から城郭を抑えていくわ。みんなで手分けして砦を落としていって。敵も必死です。奪われた砦を取り戻
なぜ私が教団に従い祖国との戦いに。これも主が与えたもうた試練なのでしょうか。脅そうと兵を差し向けてくるでしょう。警戒を。行動開始です。行動。空の精霊ベルナ、うまくいくといい。予定通り。私の力。あなたコンスタンツェ。なっ、ハピまで戦わせられるとか本当ありえないんだけど。で、教団に協力しているの。クーンにもガルグマクにいたところを借り出されたのですね。陛下、お許しを。戦いたくないのに降伏しなさい。悪いようにはしない。そうは言っても一応お世話になった場所だからね。一度は戦わないと。守るよりは攻める方が得意なんだ。これ勝てそうにないね。困ったじゃん。闇の気配を感じますな。もし彼らに恨みがあらば協力しませんか。彼らってもしかして。別に恨みを晴らしたいわけじゃないけど。いっか。ここで犬死にするつもりなら、あなた行きたいなら帝国と共に戦いなさい。陛下、死ぬのは保留いたします。私一人で決めるわけにはいきませんので。味方右翼、敵陣を突破しました。陛下、こちら左翼も突破しております。二人ともいい働きよ。さあ、まだ止まってはいられないわ。ガルグマクの危機、私も黙って見てはいられません。俺はどうすりゃいいんだっけ。よし、一丁へ。行動開始です。空の精霊ベルの出番ですよ。うまくいくと。敵の大規模な魔導による攻撃です。このままでは。制圧した砦が狙われてるみたいですね。放置していると奪還されちゃいます。城壁に脆い箇所があるようです。重装兵ならば破壊して道を作れるかと。進軍路ができたのに、砦に一気に近づけるわ。壁から侵入されただと。どのような理由であれ戦争を起こすことは許されませんわ。兵を送れ。
行動開始です。進軍します。行動開始です。空の精霊、俺は、よし、いっちょ、ベルの出番ですよ。うまくいくといいけどな。私に、よし、片付けに行くわ。私にお任せ。指示受けたまわります。任せてちょ。私の出番みたいね。見せてあげる。効率よく落としたいですね。避けて、もらう、もらいます。やっと。敵の増援か。応戦するぞ。さすがはセイロス騎士だ。一筋縄じゃいかねえぜ。行動開始です。空の精霊、私見守ります。俺はどうすりゃ。よし、一丁やってやるか。見せてあげるわ。今よ。私にお任せください。さあ、君の成長を見せる機会だよ。これの出番ね。フレン、私が行く。無理は許さんぞ。少し休んで。頼むから引いてくれ。わかりました。お兄様もどうか拳で。うらやっ。良い魔法が止まったみたい。これだけの敵ですね。私たちで対処しましょう。予定通り行くわよ。私の力。ベルの出番ですよ。うまくいくといいけどな。任せてちょうだい。私の出番みたいね。仲間任せていい？上空から不利です。連携するわよ。一気に決めるわよ。二人で決めちゃうわよ。あなたたちも負けよう。どうにか撃退できたか。こいつら相手でも俺は戦える。いけるぜ。守るよりは攻める方が得意なのに。邪魔よ。私にお任せください。指示受けたわ。行動開始です。空の精霊、私任せてちょ。私の出番みたいね。ベルの出番ですよ。うまくいくといいけどな。予定の私。守るよりは攻める方が得意なのよ。任せなさい。敵を避けてもらう。
これも波動を敷くため。助かりました。お力添え感謝します。問題ありません。私たち連度高くあります。はい、せやこの場所守らないと。私に任せ。よし、片付けに行く。行動開始。空の精霊任せてちょうだい。私の出番みたい。私にお任せください。指示受けたまわりましたよ。ベルの出番ですよ。協力ですか。俺はどうすりゃいいんだっけ。よし、また敵が。防がないと砦を取り返されちゃうわ。順調に攻略できているようね。止まらないで。どうする。あと少しで城郭を制圧できますね。押し込まれているか。だが何としても持ちこたえるのだ。このくらい。僕にはまだやることが。任せていい。光栄務めます。はあ、諦めてくれたのかしら。私にお任せください。指示受けた。見せてあげるわ。今よ。予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。俺はどうすりゃいいんだ。よし、一丁やっとか。私が行くわ。私がやりましょう。強く落としたいですね。攻めるわよ。
じゃあ援助攻撃包囲が完了した。あとは大修道院攻め上るのみ。念入りにしないと。もう後はないか。帝国軍よ、ガルグマクを攻めたことを後悔するがよい。すべては陛下のために。交代しましょう。私の出番よ。もはや理由は問うまい。ただ悪党を成敗するのみ。連携するわよ。私たち止められません。二人で決めちゃうわよ。あなたたちの負けよ。こうも苦戦させられるとは。帝国に戻ったとは聞いていたが、よもや戦争に加担していようとはな。マンネラ、言い訳はしないわ。テテス、これも私の選んだ道なの。邪魔よ。ここまでか。レア、すまない。あとは頼んだ。やっとか。良いのです、セテス、フラン、十分に敵を押しとどめてくれました。皆、出なさい。今はすきハントの手より、ガルグマク大修道院を守るのです。どうだ。強いが現れたのか。レア、あの者を打ち倒さなければ勝利はない。まだやれます。レア様のため僕は戦うんだ。よし、兵隊を動かしなさい。町への多少の被害を憂慮する余裕はありません。俺はどうすりゃいい。こっちか。行くぞ。私に任せといて。予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。私にお任せください。指示受けた。フェルの出番ですよ。うまくいくといい。陛下が狙われたら一大事。援助交代へ。早急に制圧しましょう。守るんだ。全力で攻め落とすわよ。どうやって落として引きこもれる場所は。俺はどうす。よし。全力を持って排除します。てついてきて。少し休んでて。予定通り行くわよ。私Hey!
ごめんなさい、レア様。これ以上戦えない。ジリル、あなたの働きを無駄にはしません。罪深き者たちを主の身元へと送るのです。よし、片付けに行くわ。雇い主のためよ。それが傭兵ってものじゃない。じゃああなたは何を考えているのです。主の教えを揺るがし平和を乱すなど。身に覚えがない時点で分かり合えない。あなたに譲る気がないのなら戦うしかない。あなたたちを負けよう。この血
特別な場所なんです。あなた方に奪わせなど。エーデルガルト、今は引きましょう。ですがあなたが許されることはない。許されるなんて思っていないわ。みんな勝ちどきをあげなさい。ガルグマクは陥落した。我々の勝利よ。レア様、ご無事でした。カトリーヌ、よくぞ来てくれました。ですが間に合いませんでした。ガルグマクはもう良いのです。今は引くほかありません。この道は帝国に知られていないはず。ここを抜けてアリルの谷に出ましょう。そしてファーガスへ、王国を頼るのです。帝国軍は東側より攻め寄せた。同盟諸侯の一部が帝国側なのは間違いない。だが敬虔な信徒の多い王国ならそう思ってすでに使者を送っているのだ。救援を頼み、そして万一の場合には我々を保護してくれるようにとな。承知しました。それなら私も両親に協力を頼んでみます。さあ先を急ぎましょう。帝国が先回りして王国領に兵を入れる可能性もあります。道中の案内はお任せを。ええ、頼みましたよカトリーヌ。ガルグマクは預けておきましょう。今この瞬間だけです。私たちがガルグマクへと戻ったその時が、エーデルガルト、あなたの命が無残にも失われる時になるのですから。なかなか悪くないんじゃない。戦争が終わったら私調子悪くとも私くじけません。まだまだこの程度じゃ満足できないわ。役に立たせなきゃ意味がねえ。ガルグマクよ、私の見知ったままの姿で出迎えてくれたな。何ですかな、その珍妙な挨拶は。それほど感慨のある場所でもないでしょう。珍妙、私の好きな歌劇のセリフを引用したのだぞ。だが確かに浮ついていたかもしれん。激戦の興奮が冷めやらなくてね。わかるぜ。それなんやかんやガルグマクは特別だよな。でもこの勝利で戦争は大きく動き出す。そうだろ。ええ、態度を決めかねていた貴族の中にも帝国に従う者が増えるでしょうね。私は教団の人たちと戦う罪悪感の方が勝っちゃったわ。でもこれも自分で決めたことだもの。エーデルちゃんと共に行くって。わかったわ。予定通り追撃部隊を展開して。はっ。巨大な白い獣がレアたちの逃走を手助けした。まるで聖セーロスを助けた白き獣の伝承の再来ですね。でもどこから飛んできたのか全くわからないなんて不思議ですよ。そんなものまで出てくるなんて、やっぱり恐ろしいですよ。レア様はこうなった
構わないけれど、あなたのお父様はすぐにガルグマクにやってくるわよ。ここはセイロス教の中心地、司教としての務めを果たさなければいけないもの。そんな、やっぱりガルグマクは出てエーデルガルトさんについていきます。いいわよ、次は王国に向かうことになるかもしれないけれど。王国ですか。私寒い苦手、努力します。どんな敵いる、私負けません。見つける彼しましょう。見つけたいけれど、彼かは相手によるのよ。ペトラ、レアを捕らえられればいいのだけれど。2年前はこんな戦争が起こるなんて思いもしなかったわね。起こるじゃなくて起こすだろ。自分の立場を正しく認識してほしいね。それはそれとしてだ。君にとっては好都合な状況じゃないのかい。好都合って？戦争となれば実力のある傭兵団は嫌でも表舞台に出てくるだろう。そして君はそういう者たちと正面から戦えるだけの人員も確保している。ああ、ジェラルト傭兵団よね。確かにあなたの言う通りよ。あの時の借りを返す、またとない機会、君の健闘を祈っているよ。ちょっと、健闘だけじゃなくて勝利を祈ってくれる？もちろん祈っているとも。君は僕の運命共同体なのだからね。坊や、大変だ。ジューディット、今の俺は坊やじゃなくて名手だって言ったろ。それで何があったんだ？聞いて腰を抜かすんじゃないよ。帝国軍がガルグマークを陥落せしめたんだ。圧倒的な兵力差があってはサシモのセイロス騎士団も壊せなかったか。は？いや、待て待て、日数の計算が合わないだろう。そんな大軍がどこを通ってガルグマクに。まさかグロスタール博か。それとアケロン。その通りさ。2つの家が帝国に鞍替えしたんだ。ミルディン大橋北岸のフレゲトン領もグロスタール領も全て素通りだよ。あいつらやってくれたな。帝国に挙兵の兆しありと伝えた時には国境は任せろと豪語してたってのに、裏ではすでに帝国と話をつけてたんだな。気づけなかった俺の失態だ。全て書面でのやり取りだ。それで気づけってのは無理な話だよ、メース様。だがあのエーデルガルト相手に後手に回っちまった。これであいつは同盟に対して強く出てくるだろう。厄介だな。何の用だ？クロード様、急な来客です。そのゴネリル公爵家のホルスト卿が。ホルストさん、レスター最強の男が一体どんな風の吹き回しだ。それが。悪いな、名手殿。約束なしでお邪魔させてもらった。たまたまデアドラの近くにいるときにガルグマクの報を聞いたものだからな。もうそこにいたのか。いや、問題ない、入ってくれ。こっちもちょうどその話で頭を悩ませてたところだった。グロスタール博の件は聞いたか。こうもあっさり鞍替えするとはな。帝国への対応を誤ると同盟が割れちまう。あんたの知恵も貸してくれ。もしかしたらその腕っぷしもな。ああ、任せてくれ。できる限りのことはする。レスターの安寧と独立を守るため力を合わせよう。陛下、帝国軍によってガルグマクが陥落したとのことです。やはり長くは持たなかったか。それでレア様は無事なのか。はあ、どうにか大修道院を脱出し小勢と共に王国へ向かっているとのこと。そうか。避難民の受け入れとは違う。
大司教を迎え入れることは帝国との開戦を意味します。陛下、ご覚悟はよろしいですね。ああ、国内の諸侯らとももう十分に議論を重ねたことだろう。このまま静観を貫いたところで帝国はレア様たちの引き渡しを要求するはずだ。我が国の民も政体もまだ教団なしに自立できるほど成熟してはいない。もっと長い目で見た改革が必要だ。皇帝の拙速なやり口はこの国にそぐわない。では手はず通りに軍を進めましょう。迎えの部隊をアリルに向けて進発させます。ああ、頼む。俺も行くべきところだろうが、海戦に備えての用意が必要だからな。ひとまずはガラテア博とカロン博に救死を、護衛の兵を整える必要がある。それからフラルダリウス領にもだ。新たな公爵にも働いてもらわねば。大変です。ん？今度は一体何だ？ローベ博が帝国への侵入を表明した模様。兵を集めているようです。さらにローベ家の城主ロナート卿が大司教追討を掲げて打って出たと。ローベ博に怪しい動きはありましたが、まさかこのような形で戦端が開かれるとは。周囲にも手を回していたのにこれですから、よほどの理由があったのでしょう。先ほどの方針は変更だ。レア様たちの護衛には俺が出向こう。フラルダリウス家にはその援護を任せる。ガラテアとカロンには兵力をエレボス領とゲライント領に集中させるよう伝えろ。ロナート卿はかつて王家にも仕えた身、討伐を命じられるのですね。逆とは逆とだ。かけるべき慈悲はない。こちらには彼らから国を守る義務がある。ようやく平穏を取り戻したんだ。これ以上帝国に邪魔をされてたまるか。